サムロです。今回は会話も盛り上げて好意もゲットするコミュ力アップの質問の技術を伝授します。で、質問の技術といった通り、質問といってもいろんなやり方があって、好かれるタイプの質問の方法、嫌われたりうざがられる質問の仕方などいろいろあります。もし会話をするときにどう質問をすれば話が盛り上がるのかわからない、話が続かなくてつまらない質問ばっかりしてしまう、会話が盛り上がらない、会話が途切れてしまうという悩みがあるのであれば、僕がその悩みを解決するのでご安心ください。それでは今すぐ使える会話を盛り上げて好意までゲットするコミュ力アップの質問の技術見ていきましょう。そもそも前提として質問が多い人の方が好かれるということは分かっています。しかしスタンフォード大学で行われた実験では1100組の男女を対象に実験を行ったところ、たくさん質問をしてくる相手に対して多くの人はいい印象を持ったにもかかわらず、一定数いい印象を持たれなかった人たちがいました。で、その実験の中でさらに質問の内容などに関して分析をしてみると、実はいい印象を持たれる質問の仕方とそうじゃない質問の仕方があることが明確になりました。それでは嫌われてしまう、うざがられてしまう質問とはどういうものだったのか。ズバリ質問というよりは尋問になっていたということです。つまり会話が盛り上がらなかったり話しても距離が縮まらない原因はこの尋問スタイルの質問にあります。では具体的に尋問スタイルの質問とはどういうものなのかというと、出身はどこですか？東北です。そうなんですね。兄弟とかいるんですか？姉がいます。僕も姉がいるんですよ。趣味とかあるんですか？みたいな感じです。要は質問をしてその回答から会話を広げるのではなく、質問をして帰ってきたら会話の流れをぶった切って次の新たな質問をするというのが尋問スタイルの質問です。これをやってしまうと会話の流れも続かず、単発の質問をポンポン投げられて相手はめんどくさくなってしまいます。その結果、うざい、嫌い、めんどくさいと思われてしまいます。もし今までこの尋問スタイルの質問をしてしまっていたのであれば、ここで気づいてよかった。今から尋問スタイルの嫌われる質問の仕方を抜け出して、さらに会話を盛り上げ、好意まで持たれる質問の具体的なテクニックを伝えるのでご安心ください。ではまず尋問スタイルを解決する方法をお伝えします。その方法とは、質問をしない、決めつける。つまり、何々なのと質問するのではなく、何々でしょうと決めつけるということです。これでそもそも質問ではなくなるので、尋問スタイルを解消できます。さらにこの何々でしょうという決めつけが当たれば、それはコールドリーディングにもなります。コールドリーディングとは事前情報なしで相手のことを当てたり読み取ることで占い師などがよく使うテクニックです。例えば自分のことを話してないのに、あなたはこういう性格ですね、あなたは今悩んでいますね、などと当てられるという感じです。これと同じことが決めつけでも起きます。こっちからはそれについて話していないのに、〇〇でしょうと自分のことを言い当てられた。すると相手は自分のことを見透かされている、自分のことを分かってくれるかも、この人はなんかすごい人かもと感じます。で、この時の相手の心理は、特に女の子が占い師に対してどんな態度を取るようになるかを想像すると分かりやすいです。占い師に言い当てられたりすると悩みをさらに打ち明けて自己開示をめっちゃしたり、思いっきり頼るようになったり、依存したり言いなりになったりする場合もあります。実は決めつけは本質的にこの占い師のやり方と同じ要素を含んでいるというわけです。で、ここからさらに味付けをしていきます。相手を落とすためのテクニックを入れるというわけです。その味付けとは、決めつけに褒めやディスりの意味を含んだ理由付けを加えるということです。ちなみにディスりとはいじりみたいなものです。特に男から女の子へのディスりは恋愛ではかなり効果的です。僕もよく使います。それでは実際に使い方を見ていきましょう。まずは褒めを付け加える場合、例えば相手の出身地を聞きたいとき、まずはどこ出身なのと聞くのではなく、決めつけの形で東北出身でしょうと聞きます。で、もし実際に相手が東北出身だった場合、つまりその決めつけが正解だった場合、あ、やっぱり肌白くて綺麗だからそっちの人だと思ったんだよと褒めます。これによって単に褒めるよりも、だから東北出身だと思ったということを先に言っているため、褒めにも信憑性が生まれ、相手はより喜ぶということになります。ではもし決めつけが外れた場合はどうするのかというと、東北出身でしょうという決めつけを使って、実は相手が東北出身じゃなかった場合でも、あ、違うんだ、肌白くて綺麗だからそっちの人だと思ったわと決めつけが正解でも不正解でも相手を褒めることができます。これが質問ではなく決めつけを使い、さらに褒めをプラスするというテクニックです。では次にディスりの例も見ていきましょう。これは先ほどと同じように東北出身でしょうという決めつけを使った場合、これはたとえ正解でも外れだったとしても、なんか喋り方違和感あるからそっちの人かと思ったわといじることができます。で、この決めつけのメリットは、ここまで話したこと以外にも、あらかじめ相手の返答への返しを考えておくことができるということです。例えばどこ出身と聞いた場合、相手の答えが返ってきてからこちらも何て返すかを考えなければいけません。で、会話が苦手な人はこの即興でのやり取りに詰まってしまって、変なことを言ってしまったりと思ったりしてしまいます。で、この決めつけを使うと、決めつけが正解でも不正解でも、肌が白いからそう思ったと返そうというのは、決めつけをこちらが発する前に準備しておくことができます。これによって一問一答で会話が終了するということもなくなるというわけです。というわけで、質問をするときは尋問スタイルではなく、決めつけプラス褒めオアディス、ぜひ使ってみてください。会話のつながりや相手の楽しみ方が全く変わってくるはずです。質問の技術や会話のテクニックについては、僕自身が超コミュ障だったのでかなり語ることができます。今後もそういった動画をたくさん上げていくので、よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。
それでは次の動画でまた会いましょう。手をつなぎやすくするための方法というか、手をつなぐために相手に暗示をかけるテクニックを伝授しちゃいたいと思います。ちなみに手をつなぐ暗示だけではなく、これをするだけで相手はキュンときたりドキドキしたりするようなテクニックになっています。これで相手がキュンとしたと言っていたり、これを使って実際にたくさん手をつないできたので参考にしてみてください。それでは手をつなぐ暗示をかけるテクニック見ていきましょう。